いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです。今回3つのトピックについて話をします。まずはね、 BE:FIRST 公式の方、 Twitter の方ですが、そちらからまあおそらくは私も含めてベスティの皆さんが心待ちにしていたものが公式から出たなっていうことと、今後もできればこれを出してもらうと非常にありがたいなっていうところのものですね。それが2つあります。で、2つ目はあのユーハ味覚糖のカヌレットね、 CM もやってますが、それのメイキング映像が上がっておりまして、チェックされてない方もいらっしゃると思いますので、もしかしたらそちらの方もあの紹介します。多分自分の動画で紹介してないですよね。今普通に話してて心配になったが、多分大丈夫なはずなので、はい、そのつもりでいきます。はい、で3つ目がですね、あのキアベラで良いかな、あのザ・ファースト参加していた俊介くんがカメレオンっていう名前でアーティストをやっておりまして、ライブも行きましたが、キアベラっていう名前に変えて、で実はね、曲を出して MV も出ているんですね。 MV と言いますか、パフォーマンスビデオと書いてあったので、こうパフォーマンスをしてる感じのビデオ、撮影する場所もちょっと鏡の国のアリスみたいな感じの場所にいて、そこで撮ってる感じですね。ちょっとファンタジー色が強い感じの場所ですが、まあ、あのそれについても話しますっていうことですよ。そうでね、まあやっぱね、結構これがいいなって思ったのが、スマイルアゲインが24日に先行リリースで CD は26日に出るじゃないですか。でそれにあたってラジオとかテレビの情報というのを公式がまとめてくれました。でこちらがですね、まあ灰色と白の文字で、多少もしかしたら色合い的に見づらいって方いらっしゃるかもだけど、でもね、拡大とかすることもできるし、それで見てもらうといいのかなって感じがします。でスマイルアゲインレディオスケジュール、ラジオスケジュールの4月24日から4月26日っていうことで、つまりは先行リリース、先行配信から CD リリースまでの間に出ていくラジオがですね、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 ありますね。やば16個ありますわ。で、東京 FM のワンモーニング、レオくんがコメント出演、 ZIP FM モーニングブースト、シュントくんコメント出演、デート FM、ラッド、ラディオオールデイ、ソータくんコメント出演、E レディオキャッチ、シュントくんコメント出演などなどありまして、で他にもリョウキくんの単独のやつがあり、マナトくんもあり、ジュノンくんがあって、ソータ、シュントゲスト生出演、お二人、ステップ1、ステップ1は J-WAVE ですね。忙しいな、みんな忙しいな。これBE:FIRST のみんなも忙しいですが、私たちも忙しくなりますね。であれですね、ラジオもいろいろありますけど、 NHKFM のミュージックライン、こちらソータくん、リュウヘイくんゲスト出演っていう形になるので、こちらも楽しみですね。全部聞けるかな、これぶっちゃけ全部聞けるかな、これちょっと自信はねえわ。全然自信はないけど、まあラジオがこんな感じでありますね。リンクはもちろんいつも通り貼っておきますので、行ってみてください。まあ本当に聞けるものだけでいいと思いますね。うん、ラジコプレミアム入ってない方はもともと聞けない地域のものもあったりするしね、っていうことですね。あ、そうか、4月27から4月30日もありました。あ、こちらもありましたね。はい、忙しい、みんな忙しいなね、っていう形ですわ。まあとにかく、お、マナト君が FM 福岡のトレジャータイムス、いいっすね。地元凱旋でございますわ。いいですね、いいですね、っていうこととかもありますね。あ、JA 全のカウントダウンジャパンにまた出ますね。マナト君、竜兵君で出ます。竜兵君ちょっと多い気がする。あ、竜兵君多いな、なんかね、多いですね。いいじゃないですか。はい、っていうことと、あとテレビですね。こちらテレビが、まあもうすでにね、終わったものとかもありますが、Venue101、それからラブミュージックは、まあ、本日トークゲストっていう形で出るはずで、で、日本テレビバズリズム02が4月28日で、フジテレビラブミュージック4月30日、こちらはライブアーティストとトークゲスト、それから5月1日 TBS カウントダウン TV ライブライブ、こちらもありますと。で、さらに実は&モアって書いてあって、アンドモアなのでさらにありますよっていうことだと思いますんで、まだまだ追加のテレビ出演はあるでしょうですね。
こんな感じですよ。まあ日テレと NHK、フジテレビ、TBS と来ていて、まあテレ東さんもね、結構出させてもらってるんで、まああんまりもう今更期待はしておりませんが、テレ朝さんが混じってくれたら全部揃うんだけどななんて思ったりね、しますけど、まあそれはいいか。うん、っていうことです。ぜひこちら本当に良い感じなので、皆さんでチェックもして、でまあ携帯にメモったり、普通に手帳にメモったりするといいのかなっていう、そう。コメントでいただきましたけどね、やっぱりこのスケジュールは手帳にメモるのが一番いいっていうところもあったりするから、まあなんかその辺ですね。まあ世代によるかもしれないけど、自分も基本手帳とか紙にメモったりする方ですけど、なんかね最近の子たちはまあスマホにメモったりとか、まあメモるっていうかスマホにこう入力してみたいな、そっちの方がいいっていうね、まあ手帳がかさばるからみたいな。でもなんか結局なんでしょうね、世代によると思うけど、手帳に書いた方がこう覚えられる気がするんだよね。まあそんなことも思いました。はい。そしてですね、カヌレットの CM が今ちょうど見たらトレンド入りしてますが、メイキングがですね、実はありまして、ユーハ磨くとカヌレット CM メイキング映像、まあ1分33秒ほどの短いものですが、みんなで集まって談笑してるとことか、例のね、カヌレットのところで、マナト君がね、まぁ、ちょっとティースプーン、だけど小さいから、を抜かずに普通にティースプーンでいっちゃったりするところとかね、結構わちゃわちゃが見られたりするんで、1分33秒ですが、一生見てられるし、ここの中で特筆すべきはクロブラックですね。竜兵君としゅんと君で、しゅんと君が竜兵君にこうね、カヌレットをパクッと食べさせるシーンとか、あそこはもう無限にループできますから、ぜひね、クロブラックファンの方はもちろん、クロブラック推しじゃない方でも、みんなぜひ見てみるといいと思いますよ。これは実際に見た方が破壊力があると思う。なんかね、やっぱり供給多いから、そういう細かいところで見逃しちゃう場合もあるから、クロブラ案件は絶対にこれ見た方がいいと思ってますね。はい、っていうことです。みんないい笑顔をしておりますよ、っていうことですね。はい。そしてですね、もう一つありますが、まあ自分はザ・ファーストやミッションをはじめとして参加していた方々のことも追っておりますが、キアベラですね、俊介くんですね。もうまあ彼はね、本当にライブとかも含めて結構一番精力的にやっているんじゃないかなっていう気がしますよ。で今回新しい曲を出したわけですよ。でそちらの方のね、ミュージックビデオといいますか、ライブパフォーマンスビデオが出ていまして、クリブっていう楽曲で、そうですね、ライブパフォーマンスビデオ by ロールピクチャーズって書いてある、これはなんかのチームなのかな。でこれがですね、ノベルコア君の DJ をやって、ツアーも一緒にまた回っていらっしゃる DJ コウタさん、コウタさんがトラック曲を作ったということで、まあそういうことですね。いや素晴らしいなと思いました。なんか俊介君といいますか、キアベラ君と言い方正しいかな、すごいところは本当にオーディションからの流れでね、アールザ翔太君とも一緒にマーメイドを作って、で今回はね、まあノベルコア君ではないけど、そのコア君のチームのコウタさんと作ったという形で、でクリブは非常にこう大人っぽい感じの楽曲で、なんかね夜とかに聴くといいだろうし、なんか私としては強いお酒が合いそうな感じの楽曲に聞こえて、大人な感じっすね。うん、なんかねこう環境音楽じゃないけどバックミュージックで流してもいいし、大人なムードだけどちょっとこうチルい感じもありつつ、なんだけどこう世界観的に大敗してるというか、ハードボールドな感じも少しあるような感じがしてね、なんか多分キアベラが出そうとしている世界観とかに合わせていくんだろうなっていう形で、まあSpotify とかでこうなんかたまたま聞いてみた時に耳に残りそうな楽曲だし、ラジオとかで急に流れてみてもいいんじゃないかなって気がしますね。でも本当にソロでね、フリーでやってる形でこの形ってのは素晴らしいですよ。まあビジュアルも変わって、多分サムネイルには貼ってあるかな、あ多分この辺にもね、ちょっと小さいかもしれないけど貼ってありますね。うん、まあそんな風にしてますけど、はい、という形で非常に皆さん精力的に活動してます。はい、ぜひキアベラもね、俊介くんファンの方もぜひぜひ
見てください。あのね、本当にいい味育てますから、はい、っていうことです。はい、まあ BE:FIRST に関してはね、スマイルアゲインのラジオスケジュールとテレビスケジュールが出まして、これはだから公式から出されるっていう形だし、今後ももし可能であれば公式から出していただけると嬉しいなっていうふうに自分としては思ってますね。うん、スケジュールをやっぱりまとめたりとか私もたまにしてたこともあったんですけど、どうしても抜けちゃったりするんでね。だから公式が出してくれれば間違いないし、最新情報と確実な情報を手に入るからっていうふうに私個人としては思いますかね。はい、というわけでリンク貼っておきますので、そちらも行ってみてください。ちょっとおまけコーナーとして、あの最近動物の森ポケットキャンプっていう、あのね、動物の森のあのアプリゲームをやってというか、昔やってたのは再開しましてですね、スマイルアゲインが空港だったんで、この飛行機を配置して、でメッセージのですね、最後のところのジュノン君がね、雨の中に立っていたところで黒い車があったから、黒い車を乗せておきました。うん、そんな感じにしたら、あの聖地巡礼ベスティのね、リリアンとフランソワが来まして、あのウサギ、赤いウサギとあの水色のウサギなんですけど、ウサギなんですよあれね。うん、で、あの黄色いウサギで1って書いてあるで、クマ持ってるのが私です。はい、で、あの4って書いてある魚食べてるゴリラは、あのたまたま映り込みました。はい、まあこんなことやってますね。すいません、いきなりですが、ちょっと載せなくなったんで、こんな感じです。ちょっと余計なものを載せましたけれども、まあそのまあなんでしょうね、いろいろなことが今後とも起こってくるので、まあ楽しみながら推し活やっていくといいかなって思ってますよ。私のこの動物の森関連でちょっとあのBE:FIRSTとかマーゼルとかの、それを自分のキャンプ場とか自分の島とかに投影させていくのも推し活としてやっていこうかなというのと、グランパンパースの持ち味でやっていこうかなと、まあ、毎回はやんないけどね、今回1回だけで終わるかもしれないし、はい、そんな感じです。はい、で私はいろんな動画を撮ってますので、タイトル、サムネイルで興味あるものございましたらぜひご覧ください。そして情報がすぐ手に入りますように、チャンネルの登録をお勧めいたします。それでは失礼いたします。言いたいことは今日言っておく、グランパンパースでした。